紹介をいたしました矢野美奈です。私はこちらこれから児童相談所の問題点の話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。結構児童相談所ってニュースになるものっていうのは虐待死された子とか捕まってしまった親、今日とかも昼間揺さぶられ症候群ということで警視庁の方で19歳のお母さんの方が捕まっていますけども、先ほど宇都宮先生の方からなんとか症候群っていうのはこれとこれとこれがあれば全部症候群っていうふうに名前を付けていいんだよっていうお話があったと思うんですけども、揺さぶられ症候群っていうのも脳出血、眼底出血、あとは本にもよるんですけど脳の損傷がある場合に作られる名前なんですね。で今日のニュースではお母さんの言い分は揺さぶっていない、ただイライラした時に布団に叩きつけたということを言っているんです。まあ、それがちょっと虐待かどうかっていうのは私の口ではちょっと言えないんですけども、結局揺さぶられ症候群って言っても揺さぶってなくても同じ症状が起こる、それは虐待ぶつけたとかじゃなくても病気だったりとかいろんな可能性があって揺さぶられ症候群っていう名前がつくんですけども、まず皆さんがちょっと気になっていただきたいというのは、まあ、ニュースでこういうふうに報道されてるんですけども、なぜ児童相談所は見逃してしまうんだとか、なぜ助けれないんだっていう声がよく聞くと思うんですね。で私たちがいや児童相談所はこういうところでちゃんと調査してくれないんだとかそういう発信をすると、いやだったら児童相談所の方から施設入所の時に家庭裁判所に申し立てするから家庭裁判所の方でどうこうすればいいんじゃないかっていうのが結構の回答なんですね。で私の場合は今家庭裁判所の方で裁判を審判をしています。で私たちの方でも裁判を行っています。でもこれの一時保護っていうのは先ほど宇都宮先生が2ヶ月っていうふうに言われたんですけども、私の娘の保護は昨年の7月から始まってるんです。もう1年経ってるんですけども、1年経ってもまだ一時保護です。そして児童相談所の方から28条っていう児童福祉法28条っていう家庭裁判所での審判っていうのが3月に申し立てされました。今そこから始まってはいるんですけども、結局一時保護が始まっていろいろ調査とかもあったんですけども、家庭裁判所が動くのにそれだけ時間がかかるんですね。なぜ一時保護が始まって調査して普通の児童相談所、皆さんが思っている虐待の判定ができる児童相談所の方ならばそんなに長い期間調査なりする必要もないと思いますし、本当に虐待をしてんだったらすぐに施設入所を申し入れとか家庭裁判所の方に審判すればいいと思うんですけども、それが現状行っていないっていう状態であります。で私の事例の方をちょっと言いますけども、私の方は娘が2人います。で保護されているのが昨年の3月25日に生まれた次女です。生後間もなくから最大出血だったりとか顔黄疸の数値が問題なのに顔だけが黒いとかそういういろんなことがあって、突然首の横側からあざがあったりとかいうで口から血が吐いたりとかいうことがあって、かかりつけなり出産のした病院とかにも相談を毎回してます。それで言われたのがまだちっちゃいからね、であざも産道を通ってきてるからそれに名残が出てきたのかもしれないって言って細かい検査とか一切されなかったんですね。で本当に2ヶ月経った時に丸々2ヶ月経った時に口から血を吐いてる、なんでだろうっていうことで大きい病院に行きました。大きい病院に行った結果、まあ、口に血が吐いてるのは、まあ、虐待とかできるものじゃないし、まあ、生後2ヶ月だから検査しても分かんないからとりあえず様子見ましょうと、ただ生後2ヶ月で38度の熱を出てるっていうのは問題だから入院しましょうかっていうことで入院をしました。1週間ほどで入院中も嘔吐したりとかいろいろさまざまな状態がどんどん悪化していってはいるんですけども、結局熱が下がったので問題がないっていうふうに主治医に言われて退院をしたんです。でも退院をしても元気がない、で今まで聞いたことない悲鳴のような泣き方をするようになって、あんまりご飯ミルクも飲まないっていうことがあったんですけども、それは退院の前日に主治医に言ったんですね。まず顔が黒いのはなぜだと。そしたら赤ちゃんは
けば赤くなるし、泣きやめば白くなる、それと同じですと。じゃあなんで入院の時にミルクを吐くようになったんですかって言ったら、お母さんの飲ませ方が悪いんじゃないですか。でも看護師さんが飲ませても吐いてるんですよ。それをお母さんの飲ませ方が悪いって普通にカルテには書いてあるんですね。でそんな状態で毎日は様子を見ようと、ちょうど金曜日に退院だったので月曜日に予約が入ってるので月曜日まで様子を見ようと思ったんですけども、やっぱり様子がおかしい、なんでだろうと思って、でも自分たちでは判断ができないので、あの子供110番じゃないですけども、赤ちゃんとかの様子を電話で相談して、これが緊急性のある病気症状なのかどうなのかを判断する電話窓口に電話したんですね。そしたら今すぐ病院に行ってくれということを言われたんです。救急車でもいいから運んでくれと。でも私はここの病院でこういうふうに判断をされたから、この病院には行きたくないっていうのが本音だったんです。それをそこまでぶつけたんですけども、まあ、地域からそこしか子供を見てもらえる病院はないからそこに行ってくれって言われて、退院して2日後に病院に行って、たまたま救急の先生がおかしいって、この泣き方もおかしいって言って CT 取りましょうって CT を取ったら脳出血が分かったんですね。で脳出血が分かって、ああ問題が解決したのかなって思った途端言われたのが、虐待してますねお母さんたちっていうのが一番最初の回答なんです。全然検査も一切してない状態で言われるんですね。虐待してますよね、揺さぶりましたよね、いつ揺さぶったんですか、誰が揺さぶったんですか、でも身に覚えがありませんっていう話になると、いやいやいや、お母さんたち自覚してください、虐待してる親はそうやって自覚しないんですよっていうのが病院の対応なんです。で病院に入院してても、あざが出るとか酸素の数値が下がって、アラームが鳴っていても、あの看護師さんが来ないということで病院を転院させていただいて、違う病院に見ていただいたんですね。でそこで少し入院した結果、まあお嬢さんの様子をお話ししますっていうことを主治医の先生に言われて、主人と一緒に行ったら、あの児童相談所が出てきてお子さんを保護しました。これから調査なり何なりしますのでと。でどこにいるか教えてください、一切教えられません、虐待する親には一切教えられませんっていうのが、まあ、児童相談所の判断です。まあ、それなので、まあ、自分たちに何か悪いことしたのかな、何かやり方が悪かったのかなと思いながら児童相談所の調査に応じたりとかいろいろしてたんですけども、保護されて1ヶ月後に通院の時があったんですね。通院をした結果、また病院に行って、病院に呼ばれて病院に行って通院する娘に会ったら全身あざだらけなんです。顔から首足にあざがあったんですね。でこれおかしいんじゃないですかって言ったら、担当が言うには血液の病気かもしれないですよって言われたんですよ。いや血液の病気ならば保護もおかしいんじゃないですかって話なんですけど、まあ分かりました、じゃあ血液検査をして検査してください。でちょっとその時まだ首が座ってない子供だったんですけど、首が座ってる子専用の抱っこ紐とかで来たりとかもしてたので、ちょっと不審に思ってちょっと CT 撮ってくださいってお願いをし、その10日後に CT を撮った結果、脳出血が再発してたんです。で脳出血が再発して、結局2回施設で脳出血をしていて、病院でも1回脳出血していて、でもそれに関しては自然出血っていうんですね。もともと出血をしてるから自然に何回も繰り返しているんだ。で私たちの場合3回出血の跡があるんです。その1個はもう本当に古くて、医学書とかに見るとものによっては 2,3 ヶ月前の出血の跡っていうのが出るんですね。生後2ヶ月に 2,3 ヶ月前の出血の跡っていう医学書があるんです。それっていつの時って話じゃないですか。それなんですけども、3回出血をしているから虐待を繰り返している親だということを言われました。で、あざもカルテにあざ書いてあるんです。それも裁判にも出したんですけども、でも児童相談所は知りません、あざなんてありませんでした、お母さんの虚偽です。それで今は審判が続いてるんですね。ここまで皆さんちょっと思うんですけども、虐待をしてない証拠って出せますか。確かに虐待をしてるってなれば目撃者がいるかもしれない、まあ、家の中じゃいないかもしれないですけど、目撃者がいるかもしれないじゃないですか。外でちょっと前まで話題になった渋谷の動画もそうなんですけども、目撃者がいる可能性はあるんですけども、
虐待をしてないっていう証拠っていうのは出せないですよね。それなんですけども、今の児童相談所のこの裁判の要求は、虐待をしてない証拠を家族が見せなければこちらが負けるっていうのが本音です。児童相談所が虐待をしてるっていう証拠を見せ取らなくてもいいんです。ただお医者さんがお母さんたちが虐待してる可能性があるってだけで、可能性だけで保護ができて、親は虐待をしてないっていう法律的な証拠が必要っていうのが今の児童相談所の状態になります。大丈夫ですか？すいません、こんな感じで、私と娘に今起こっている問題なんですけども、児童相談所がちゃんとしなきゃいけないって言われている世の中なんですけども、なぜ警察に冤罪があって児童相談所に冤罪っていうものがないのかをもう一度皆さんに考えていただきたいなと思っています。でこれについてちょっと今すいません、お手元に宇都宮先生の方と週刊金曜日の私のたちが載ってる記事があるんですね。それのチラシの後ろ側に今私たちが起こしている裁判のことが書いてあります。でこの裁判のことに関してちょっと難しいこととかが並んでますので、私たちの代理人の弁護士さんにこれからお話をしていただこうと思っていますので、ではすいません、ご説明をお願いいたします。私たちの代理人の山下先生です。お願いいたします。あ、皆さんこんばんは。今日は本当に皆さんお疲れのところ今矢野さんの話について簡単に私の方で、代理人を今しておりますのでお話をします。この児童相談所の問題というのはですね、今宇都宮先生からもありましたし矢野さんからもあったんですけども、この今回矢野さんのケースは今彼女が言ったように揺さぶられ故障候群と言っているものがですね、病院でそういう判断を受けたということ でそれで児童相談所に通報されたわけです。で現在のシステムでは児童相談所がですね、そういう、病院の方はですね、今さっき彼女が言ってましたけど、ある一定の要件があると揺さぶられ故障候群という、そういう判断をして、その場合にはほぼ自動的にですね、児童相談所に通報するという、そういうシステムになって、それは疑いがあるということで、虐待の疑いがあるということで通報するわけですけども、その通報を受けた児童相談所はもうそれを受けるとですね、自動的に虐待があったことをとは見てですね、子どもを保護しないといけないということで、いさめて一時保護ということになります。で一時保護というのはもう本当にさっきからお話がありますけど、結局も子どもをですね、児童相談所の方が連れて行って、もう一切親には会わさないと、連絡も一切取れない、電話とかですね、そういうこともできませんし、一切面会もできないと、手紙も出せないと、そういう処分、そういう意味でもものすごく親と子どもをこう本当に引き離すですね、それものすごく強力な処分だと思うんですけども、その処分をすることについてですね、非常に手続きが非常にいい加減といいますかですね、要するに誰もチェックしないわけです。チェックをするのはそのずっと後にやった、さっき彼女が言ってましたけど、現在家庭裁判所にその児童相談所がですね、もう正式にそれを何て言いますかね、その子どもさんを正式に家庭裁判所の児童相談所がその正式に保護、それをですね、さっき一時保護とありましたが、正式な保護といいますか、正式な保護をするのは家庭裁判所に、その審判を求めて、家庭裁判所がそれを承認して初めて正式な保護なんですけど、その前の一時保護というものについては何らそういうチェックをする機関が一切、存在しないです。裁判所も何も関与しない、単にその児童相談所自身が自分でこれは一時保護は適当であると考えたらもうできるというですね、その強力な、そのような子どもと親を引き離す強力な処分であるにもかかわらず、児童相談所だけがですね、勝手にそう思ったらもうそれだけでできるという、しかも原則2ヶ月という法律には書いてあるけども、実際は2ヶ月ではなくて何回でも延長、それをずっとそれを延長して結局その今家庭裁判所で審判してるんですが、その審判が出るまでずっと一時保護の状態が続くと、いうことで彼女の場合は7月5日、1年前の7月5日にその正式な一時保護になったんですが、もう1年以上経ってまだ一時保護の状態が続いていると、いう非常に本当におかしな制度になっています。そして児童相談所自身はですね、全然その虐待があったかどうか、またその今言った医学的にそれが揺さぶられ症候群なのかどうかということを判断するですね、そういう人的なそういう専門家がいるわけでもないし、本当に自分でそれが判断できる能力もない、そういう
ところであるにもかかわらず それがあったということでは、まあ、一時保護ができてしまうというですね、非常にまあ、非常にまあ何て言いますかね、そういう意味でそういう強力な親と子供を引き離す強力な処分ができるにもかかわらず、そのために必要なそういう、まあ、人的なまたは物的なそういう組織になっていないわけです。そういうところがそういうことができて、しかもずっとまあもう1年ぐらいですね、今言った1年以上今現在一時保護を続けてしまっているということなので、本当にこれは理不尽なものだと思うんですね。で現在これについてはまずこちらが一時保護がそもそも違法であると、その揺さぶられ故障公文と言ってるけども、実は病院がですね、今から2カ所の病院にかかったわけですけど、病院自体がそれについていろいろこう、じゃあいつですね、それを受傷といって、いつそれを子どもさんがですね、そうなったのかという時期に関して、本当にもうお互いその病院ごとに全然言ってることも違ったり、同じ病院でも言ってることがこうコロコロ変わったりというですね、非常におかしなことになっていまして、しかもまあ病院でひょっとしたら起きたかもしれないということもあるので、病院自身は自分の病院を守るためにですね、都合いいように主張をコロコロ変えるという、まあ、そういうこともあったので、こちらとしてはそれはおかしいということで、こちらから一時保護ですね、取り消しを求める行政訴訟ですね、今日はこのさっきの下記の裏にありますけども、もう起こしました、3月。そして、ほぼ同時期にですね、今度は家庭裁判所に対して、児童相談所が正式な保護をですね、承認を求める審判の申し立てをして、現在はそれが2つ並行した形になっていますが、行政訴訟の方は現在ですね、その前にそもそも何て言うか行政訴訟というのは時間がかかるものですから、前にその裁判の前にですね、まずとりあえずその処分を止めてくださいという執行停止の申し立てというのを現在していまして、それを現在地裁高裁最高裁とやっているために、裁判自体は開かれてないんですけども、でそして審判の方は逆にですね、逆にまあこうもう4回ぐらい審判が開かれていまして、ご両親とかですね、の尋問とかも行われたり、今双方がいろいろ書類を出し合ったり、いろいろやっているところで、まあ、裁判所は今のところまあ9月か10月ぐらいに、まあ、結論が出ると思うんですけども、まあ、非常にその、まあ、医学論争みたいになっているところもありますけども、現在そういう形で続いています。いずれにしてもこの児童相談所の問題というのは本当に今言った本当にそのシステムといいますか、そのがあまりにも問題が大きいものでして、そのためにまあ、いわゆる冤罪的なものですね、たまたま揺さぶられ故障公文というようなと見られるようなことがあれば、もう親は虐待したと、でさっき彼女が言ったように虐待してないという証明は不可能なことなので、それでも単にそういう揺さぶられ故障公文であるというさえですね、病院が認定すればもう虐待したことに扱われてしまうという、その冤罪的なことが、まあ、行われているということです。それを本当に争うにはものすごく大変な時間とエネルギーを要すると、こういう手続きをですね、全部やらなければできないという、本当に一旦ですね、そういう形で疑われてしまうと、本当にそれを話すということがいかに大変かと、まあ、いうことで、本当に今、その裁判と審判をやっていると、こういう状況であります。まあ、そういう意味で本当に先ほど今日は内海さんの話もあったんですけど、本当にこう、日本のですね、そういう意味では、揺さぶられ故障公文というですね、これも実はもう、アメリカとか海外ではですね、そういうことでそういう認定しただけでも虐待だというふうに見ること自体はおかしいということで、現在もその揺さぶられ故障公文というですね、名前自体を変えようということで、でも変わりつつあるんですけど、まだこの日本のですね、こういう医者医学の現場ではまだそれが完全に変わってなくてですね、今回もずっとその古い揺さぶられ故障公文という名前でずっとまあ未だにそれが裁判所の中でもその書類がそういう形で出されているということで、本当に遅れた、科学的にも遅れた状態の中で、まあ、本当にそれで一旦それを認定すれば虐待をした親だというふうに、まあ、見られてしまって、それを話すことが極めて困難というですね、非常におかしなシステムになっていて、これを本当に変えなければならないんですけども、なかなかまだそういうおかしさがですね、知られていないということがあって、これ私は本当に一日も早くこのシステムを変えなければ、こういう冤罪的なですね、親が疑われてしまうということが起こると思います。先ほど堤先生が言ってましたが、実は統計上ですね、ものすごく虐待というか児童相談所がですね、その虐待であったということで保護する数が増えているわけです。これは一見すると虐待が増えているように見えるんですが、そうではなくて児童相談所が虐待だと見ることが増えているだけであって、虐待という事実が増えているわけじゃないはずですね。その急に増えるわけもありませんし、ところがずっと増えている、これはもう児童相談所自身が
まあ、ある種自己増殖じゃないですけど、予算ですね、予算を取るためにはずっとそれをやり続けなければ予算取れないという、まあ、行政といいますか、いかにも役所的な発想でやってるためにそう起きてる、その本当に統計の、統計の、まあ、そういうごまかしということがあります。いずれにせよこの裁判と審判現在続いていまして、まあ、ぜひとも皆さんに関心を持っていただき、これについてはいずれまたマスコミとかですね、今のところで報道されることもあろうかと思いますので、ぜひとも皆さんもご関心を持って、まあ、ご支援いただければと思っております。よろしくお願いいたします。